自分玉を使います。でまずはこちらの蓋の上に自分玉とクォーターゾーンを乗せていきましょう。 ではお客様にこれからクォーターポイントに乗せたカードを選んでいただきたいと思います。こちらどうしますか？クォーター。それではこれからクォーターポイントをこちら密閉された透明なケースの中に完成させていただきたいと思います。ではカード越しにポイントを